その日、アーシはいつも通り立ちんぼをしていた。チビのキモいおっさんがすぐに声をかけてきた。あまりにキモいので、断らせようと思って、相場の3倍の金額をふっかけてやった。しかし男はその金額でいいと言ってきた。こうなると猛拒否はできない。アーシは男に促されるまま、ホテルへ入った。前払いでお金を受け取り、さっさと服を脱ごうとした。すると男は服は脱がなくていいと言った。君とそういうことをするつもりはない。僕は困っている女の子を助けたいだけだ。僕はもう帰る。君は今渡したお金で温かいものでも注文して、ゆっくりするといい。自分の体を大切にね。そう言って一人だけ先に部屋を出て行ってしまった。クソキモい。アーシはこういういい人ぶった男が世界で一番嫌いだった。沸騰するほど腹が立った。アーシは受け取ったお金をビリビリに破いて、便所に流した。バカにするなよ、あの枝豆チビ。そして、ホテルを後にしようとしたとき、大事なことに気がついた。ホテル代が払えない。アーシは一文なしだった。